ボイスカ・ポルスキエ号は、ポーランドのワルシャワにある、サッカースタジアムである。レギア・ワルシャワが、ホームスタジアムとして使用する。1930年に、スタジアムが完成した。スタジアム最初の試合は8月9日に行われたレギア・ワルシャワ対 c f エウロパ・バルセロナ戦で、ユゼフ・ピウス・ツキラーが感染した。8月24日に、 最初のリング戦となるツァールに LWW 戦が行われた。1933年にスタジアムはスタディオンボイスカポルスキーごと命名された。新しいスタジアムの建設は2段階で行われ、第1段階は2008年11月17日に開始された。建設期間中もスタジアムで試合が行われたが、収容能力は5976人だった。 2010年6月に3つのスタンドが完成し、収容能力は2万7000人以上になった。8月7日に新スタジアムの会場試合としてアーセナル FC 戦が行われ、アーセナルが6から5で勝利した。2011年5月11日にすべての工事が完了し、5月21日に4つのスタンドが使用された最初の試合となるビスはクラック付戦が行われた。 2011年7月にペプシコが3年間の命名権を取得し、2014年末までペプシアリーナと呼ばれた。2012年6月6日、スタジアムでカジミエシュデイナの銅像が発表された。カカはレギアワルシャワで390試合141得点の成績を残し、ポーランド代表でも活躍した。2013年6月2日のシロンスクブロツワフ戦には、 新スタジアムの最多観客数となる3787人が来場した。ありがとうございます。